はい、こんにちは。安藤明久です。今日はですね、貯金をする方法、お金の知識とは何かという話をします。この動画を見ればわかることはですね、お金の知識とは何か、またはですね、情報を得る上で大切なことは何かということがわかります。では、行きましょう。で、今回からですね、貯金をするために大切な5ステップ、これのステップ2に入ります。このステップ2ではですね、正しいお金の知識を身につけるためにはどんな知識が必要なのか、これについて話していきたいと思います。では、行きましょう。では、まずは質問です。貯金をするためにはお金の知識が必要なんですけれども、貯金をするためにはどんな知識が必要なのでしょうか。実はですね、貯金をするために必要な知識における基本的な考え方っていうのは一つしかないんですね。すべてはですね、この式一つで勝負がついてしまうんです。じゃあ何がわかるかというと、2つのことがわかりますね。まずはですね、あなたの貯金を増やすためには、まずは収入を増やすことですよね。そしてもう一つ、あなたのですね、貯金を増やすためには支出、これを減らすことが大切ということです。ですから、これからですね、お金の知識として紹介していくものはですね、収入を増やすことと支出を減らすこと、この2点にですね、フォーカスして説明していきたいと思います。で、今日は概要なのでですね、どういうことを学ぶかをさらっとやっていきましょう。まずはですね、収入を増やすためにどういう知識が必要かというと、2つ大きく分けてあります。1つ目はですね、お金とは何か。お金とは何かを知っているとですね、これから収入を増やすためにどう考えればいいのかが分かります。そしてですね、お金と収入の関係も必要です。あなたがですね、お金とは何かと知ったらですね、そのお金の知識を使ってですね、どうやって収入に結びつけていけばいいか、これが分かるので、これはとても重要ですので、ぜひ覚えておいてください。そしてですね、支出を減らすためにはどんなお金の知識が必要なのか、ここではですね、3つこれから説明していきたいと思います。一つはですね、お金の使い方です。お金の使い方をですね、学んでいくと、どうやればですね、貯金が貯まるお金の使い方になるのか、それがわかります。そしてですね、保険と家についても話したいと思います。日本人はですね、保険と家に対してですね、ものすごいお金をかけます。それがですね、どういうふうにですね、考えていけばいいのかを話します。そして3つ目はですね、国の制度について話をします。国の制度をですね、できるだけ知っておけばですね、無駄な支出を減らすことができます。ですから、簡単に言うとですね、お金の知識っていうものは、収入を増やすことを2つ、支出を減らすことを3つ、これから話していきます。そしてこれは僕のですね、個人的な主観なんですけれど、まずですね、多くの方はですね、支出を減らす方を先にした方がいいです。こっちの方が断然効果が高いので、これから何をしようかなって考えている方、迷っている方はですね、ぜひこの支出を減らす方を学んでいってください。そして、最後にですね、めちゃくちゃ重要なことを話します。今回ですね、これからどういうお金の知識を学んでいくかの概要を話したんですけど、聞いてみるとですね、お金の知識ってただの情報じゃんって思った方多いと思います。そうです。お金の知識は情報です。ということは、あなたがですね、これから情報をどうやって受け取るかによってですね、効果が変わってくるんですね。じゃあですね、どのようにしてですね、情報を受け取ればいいのでしょうか。それがこれなんですね。あなたがですね、これから情報を受け取るときはですね、その情報が事実なのか、それとも意見なのかを絶対にですね、絶対に確認してください。で、ちょっと言葉の整理をしましょう。事実っていうものは実際に起きたことです。意見っていうものはその人の考えです。で、いきなり事実だ、意見だとか言われてもちょっと分かりづらいと思うのでですね、まずはですね、簡単な例を見てみましょう。例えばですね、ある女性の方がですね、2016年の4月11日の13時に新宿で有名人がいた、超嬉しかったと言ったとします。この時にですね、この2016年の4月11日の13時に新宿で有名人がいた、これは事実ですよね。嬉しかったっていうものは意見ですよね。で、なんでこういうことを言ってるのかというと、実は意見は人によって違うからなんですね。
もしですね、その芸能人が嫌いな人から話を聞いていたらですね、嬉しかったなんて言わないですよね。嫌だったとか言うかもしれないですよね。ですから意見は人によって違うんです。ですから意見をですね、鵜呑みにすると超危険なんですね。僕はですね、この意見を鵜呑みにしたためお金をですね、失ったことが何回もあります。例えばですね、これは僕がお金を失った例です。ある友人からですね、ある成功している人がセミナーを開くからですね、そのセミナーに一緒に出ようって言われたんですね。しかしここで考えてみてください。成功っていうものは意見ですよね。成功っていうものは人によって違いますよね。その僕の友人の成功とですね、僕の成功がもう全く違ってですね、そのセミナーに出たんですけども、全然意味のないセミナーになってしまいました。またですね、こういうことを聞いたことがあります。株価が上がるから買った方がいいよって聞いたことがあると思います。これはですね、意見ですね。株価が上がるっていうのは意見ですよね。未来のことなんて誰もわかんないんですから。ですから、情報にはですね、意見と事実があるんです。そして意見をですね、事実だと思い込んでしまうと、たくさんのお金を失う可能性があります。ですから、これからですね、あなたがですね、情報を手に入れたら、それが意見なのか、それが事実なのかっていうものを絶対に確認してください。それがもうめちゃくちゃ大事です。そしてその情報が事実だとしたらですね、その事実をもとにあなたが判断をしてください。しかし、そのあなたがですね、得た情報が意見だとしたらどうすればいいでしょうか。それは、なんでその意見になったのかの事実を探してください。今は情報時代です。ですから、いい情報、悪い情報、めちゃくちゃの情報、たくさんの情報があなたに入ってきます。あなたがですね、その情報が意見なのか、事実なのかを判別できるようになれば、あなたのですね、得る情報の質がどん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 上がっていきます。これからですね、あなたが学んでいくお金の知識に限らずですね、これからあなたはですね、成長していく、成功していくためにですね、どん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 ですね、情報を得ていきます。その情報を得るたびにですね、その情報が意見なのか、事実なのか、それを確認してみてください。そうするとですね、あなたの得る情報の質が上がっていきます。はい、では最後までご覧になっていただき、本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、YouTube チャンネル登録といいねボタンを押していただけると嬉しいです。また、公式ホームページではいろいろなお金の情報を載せています。よろしければ動画説明文のリンクから公式ホームページをチェックしてみてください。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。